べて痩せるコンビニおやつトップ3お伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、ダイエット中でも美味しく食べて痩せることができるおやつがわかるんですよ。ぜひお役立てくださいね。ランキング形式であなたにお伝えしてまいります。それでは早速本題に入ってまいりましょう。今からご紹介いたしますダイエット中におすすめのおやつのその痩せるポイントは、化学調味料が無添加だからなんですね。原材料名をですねチェックしていただきたいんです。おやつを購入される時にその裏をチェックしていただいて、そこに調味料かっこアミノ酸などと書いてあるもの、こちらが実は化学調味料です。でこの化学調味料をあなたが召し上がってしまうと、あなたの腸内環境や肝臓が弱ってしまって痩せ体質になることができないわけなんですね。負担をかけてしまうわけです。しかも健康も害してしまいますから、もうダイエットどころではなくなってしまうわけなんですね。なのでもしあなたがおやつを購入されるときは、しっかりといつもですね、私もそうです、原材料名をチェックしていただいて、この調味料かっこアミノ酸などが入っていないかなって見ていただきたいんですね。でこれがなかなかねないんです。もうほとんどこの調味料かっこアミノ酸などってね、もうほとんどのものが加工されているものはもう仕方ないんですけれども、入ってます。入ってるからこそ私たち消費者はですね、賢くなる必要があるということ、これが入っていないかなってチェックしてみてくださいね。これが痩せるポイントになるんですよ。それでは今から先ほどのポイントを踏まえた上で、ランキングの3位から1位まであなたにお伝えしてまいります。では早速3位ご紹介していきます。こちらです。ファミリーマートコレクションの噛むほどうまい当たり目ですね。こちらはですね、原材料名をチェックしますと、イカと食塩のみでできているんですね。もう完全無添加です。そして嬉しいのが、1袋あたり 14g 入っているんですけれども、エネルギーが 46kcal で低め、そしてなんとタンパク質が豊富で 9.3g 入っています。あなたのですねダイエットに必要な栄養素はもうとにかくタンパク質欠かせないんですよ。タンパク質が不足してしまうと、もうとにかくですねお腹が空いてしまうんです。もう食欲がこう増してしまって逆効果になってしまいますから、たとえダイエット中であってもこの良質のタンパク質は必ず摂ることがダイエットを成功させる鍵となります。でそして嬉しいのが、脂質がね 0.6g で低め、そしてもう糖質もですね低いんですよ、 0.2g です。今その痩せるためにはカロリーよりも糖質制限が大事ですよと言われています。糖質が太る元ですよね、まあ、炭水化物系です。パンであったりパスタであったり小麦ですよね。そういった糖質が高いものというのは太ってしまいますが、この当たり目は高タンパク質で、しかも糖質がたったの 0.2g なんですね。もう安心して食べられます。でまたこちらにも載ってるんですが、扱いや焼酎のお供にどうぞと書いてありますが、おつまみにもおすすめですね。やはりアルコールを取ると肝臓に負担をかけてしまうんですが、こういった無添加の良質のタンパク質を取ることで肝臓に負担をかけず、いたわりながらやはりですねお酒も美味しく飲めますよということで、おすすめの一品でした。それではどんどん参りましょう。続いて第2位はこちらです。ファミリーマートコレクションの地中海育ちの種抜きデーツです。でデーツとはね何ぞやということなんですけれども、日本ではナツメヤシと呼ばれている、まあ、フルーツになるんですね。食物繊維がたっぷり入っていて、しっとり甘いフルーツですということで、ここにも保存料、着色料、無添加というのも嬉しいですね。もう原材料名はもうデーツだけですよ皆さん、もうこれのみでできてますからおすすめです。で私これデーツ大好きなんですよね。黒糖のような深い甘みがあって、ものによっては本当にね練り羊羹を食べてるようなこうねっとりした果実になってるんですよね。もうめちゃくちゃおすすめです。そして1袋 32g 入ってますが、カロリーがですね
100kcal です。でタンパク質は 0.7g、まあ、ゼロではないか嬉しいですよね。で脂質はね、なんとゼロです。まあ、油はゼロ。そして糖質がやっぱりフルーツですが果糖がありますから 22.9g とちょっと高めなので、食べ過ぎには注意ですよね。そして食物繊維が 2.8g 入ってて嬉しい効果です。食物繊維を摂ることでおやつがですね、やっぱ食物繊維取れるということは、あなたの腸内環境が整って、もう大掃除できてですね、お腹すっきり、そしてデトックスすることで痩せることができるという、このデーツおすすめです。それではいよいよ第1位はこちらです。こちらはですね、ファミリーマートさんの、ブランドですよね、お母さん食堂のモッツァレラの裂けるチーズプレーンタイプです。こちら1本 26g あたり 73kcal です。でこちらがですね、まあ、アレルゲンということで、まあ、乳成分をお持ちの方は気をつけていただきたいと思います。で原材料名がすごいんです。こちらナチュラルチーズです。チーズのみですよね、無添加です。でこちらがですね、ですね、エネルギーが 73kcal で、タンパク質がやはりすっごく豊富で 6.1g 入っています。脂質が 5.0 ですね、やっぱちょっと脂質は高めです。そして、食物繊維も入っておりますし、なんとやっぱりカルシウムも豊富なので、おやつにはぴったりですよね。でとにかくタンパク質が豊富ですし、もう完全無添加のチーズですから、あなたの肝臓が整ったり、しかもチーズというのはですね、発酵食品なんですね。この発酵食品の中にあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる、その善玉菌がいっぱいいっぱい入っている食べ物が発酵食品になりますから、このおやつを食べることで痩せ菌が増えて、肝臓が元気になる、タンパク質も豊富で、しかもこういった化学調味料が無添加である、このおやつをぜひぜひ美味しく召し上がっていただきたいと思います。でそれぞれお値段なんですけれども、第3位の当たり目は138円でした。そしてデーツはですね180円、そして最後のチーズは113円なりでしたね。もういずれも本当にもうほぼほぼ200円未満、100円とか200円未満で買えるおやつですので、おすすめです。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のポイント、痩せるポイントは、こういった化学調味料が無添加であることでしたね。そのことで腸内環境が整って健康的で痩せるんですよということ。そしてもう2つ目は、タンパク質と食物繊維であったり発酵食品、まあ、要するにこういったものが全てあなたの腸内環境を整えてくれて、痩せ体質になることができるんですよということでしたね。さあいかがだったでしょうか。この動画ではこのような様々な健康法、ダイエット法、腸活法をあなたにお届けしております。そのことであなたが長期的に健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もうどんどんご参加くださいね。でまた私のこういったダイエット法等々にご質問終わりなかったら、皆様こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。そちらからご登録後お話ししてくださっておりますので、あなたもご必要でしたらいつでもおっしゃってくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。